こんにちは。ベルテンポの特徴の9番目です。私たちはお引き受けする上で4つの条件があります。まず最初、1つ目、ご本人自身が旅行に行きたいと思っていること。そんなの当たり前じゃんと思うかもしれないんですけども、例えばうちのおばあちゃんを連れて3世代でハワイに行きたいと思ってるんですってご相談いただいたとします。うちの母を一度でいいから海外旅行に連れて行きたい、まあ、こういうの大体危ないですね。危ないです。連れて行きたい、その連れて行きたいお母さんは本当にハワイに行きたいと思ってるのか、これよくよく考えておかないといけないんですね。でうちの母も行きたいに決まってますとか、ね、行きたいと前言ってましたとかね、大体これは危ないですね。でほとんどそれは娘さんとかが行きたかったりとかですね、おばあちゃんだけショートステイに入れていくわけいかないとか、これ大体失敗します。あと重い障害がある方、重い障害がある方や進行性のご病気がある方も直接お話をお伺いして、ご本人が行きたいと思っていたら大丈夫です。なのであくまでご本人自身が行きたいと思っているかどうかということを私たちは非常に重視しています。ここは外せません。それから2番目、ドクターの OK がある。主治医の先生がいらっしゃると思うんですけど、主治医の先生が、あ、いいよ行っておいでって言ってくださる、これもすごく重要です。で主治医の先生が、どうかなとかって言うと、やっぱりちょっと正直味噌がついちゃうんですね。でドクターが、まあ、こう保守的な先生だったりとかですねっていうこと稀にあります。うちの会社でもそうですね、お客様の中で主治医の先生が割と保守的な方がいらして、私たち的には大丈夫なんじゃないかなと思うような体のご様子でも、やっぱり先生がって言ったらあんまり前向きには受けられないですよね。国内旅行で滞在型で温泉で一泊するとかっていうんだったらいいですけども、海外旅行にご一緒するとなるとちょっとやっぱり心配な部分があります。3番目は周りの人、ステークホルダー、周りの人っていうのはご家族とか息子さんとか親戚のおばさんとかっていうのもそうですけども、近所の人とかね、ケアマネさんとか、こういう方々みんなが、いやいや行っておいでよ、そんなチャンスあるんだからって言ってくださると、この旅行は必ず成功するんです。で成功するっていうのは、事故とか怪我とか病気なく戻ってきた、ご帰宅された時もまだ余力が残ってる状態で、この旅行楽しかったって思っていただける、このためにはステークホルダー、周りの人の気持ちが大事です。私必ず聞きます。子供さんいらっしゃいますか。います。今も離れて暮らしてます。旅行行くことお話しました。いや言ってないんです。危険ですね。どうしておっしゃらないんですか。いやうちの息子はもうそんな人に迷惑かけるから出るなとかって言うんですよ。これはやっぱり息子さんとちゃんとコミュニケーションを取って、こういう専門の会社にお願いしてるし、他のお客さんも同じような様子の方々だしっていう、そこのコミュニケーションの努力はぜひ果たしてほしいなというふうに思います。4つの条件の4つ目、暇がかかる、コストがかかる、このことをご了解いただけるかどうかですね。で手間暇っていうのはやはりお一人お一人状況が違います。例えばちょっと上から目線で分かってきてね、自分は〇〇って病気なんだけど、お宅はこの病気やったことあるのとかって、まあ、こう試すように電話してくるかと思います。まあ、そういう試すような電話がかかってきた時点で、私はもう、あ、もうこうやめようって思いますけれども、この条件に入ってませんけどね、なんかお役に立ちたいっていう感じがしないですよね。まあ、でもそれは私のことを知らないから、お客様も探りを入れるときになんかヘコヘコするのが違うじゃないですか。まあ、もうそれはもちろんそういうその人の癖かもしれないし、そうやって人生を生きてきてるのか、まあ、それはちょっと置いといて、〇〇って病気なんだけどやったことあるの。私はこういうふうに答えをしてます。お手伝いしたことはあります。でも〇〇っていう病気はお一人お一人ご様子が違うということも私たちは伺っております。なので全ての先入観を排除して、一からこの病気について教えていただくことはできますかというふうにお話をするようにしています。こちらが、ああ大丈夫です、大丈夫、私が大丈夫なんて言っちゃダメですね。まだお会いもしてないのに何が大丈夫なんだって話ですよね。チャンスはあります。チャンスはあります。でも
大丈夫かどうかお客様が決めることです。我々が決めることじゃないです。なのでそういう余計なことは言わないようにしています。なので手間暇がかかります。手間暇がかかるということに対してすごく嫌う方もいるんです。もう電話一本しても車椅子だ、左前なんだよ、ベッドの高さ56センチという方いるんですけども、手間暇ってのはコミュニケーションです。コミュニケーションを密に取らない限りはベルテンポの旅が成功することはありません。なので時間もかかる、手間もかかるということもご了解いただいた上で、手間暇がかかるということはコストなんです。時間とか私たちの人件費とかノウハウってコストなんです。ですから普通の旅行よりも高くなってしまうんです。これはどうかご了解いただいて、他のお客様が30人でうわっと旅行するところをご家族3人に時間をかけて準備をしていかなくちゃいけない。これは私たちにとってはもう残念なんですけどコスト発生要因なんですね。でこのコストが価格に転嫁されてしまうということをどうかご了解いただきたいという、このご了解いただけることで OK する4つの条件が揃います。時々障害者の一種一級持ってるんですけど少し安くなりますかとかっていうお問い合わせもいただきます。いやいやごめんなさいごめんなさい、もちろんね鉄道運賃の割引とか使ってもらっていいですよ。国運賃も障害者割引の方が一般的な、席割引運賃より安いんだったら使ってもらって構わないですよ。それ社会における制度ですから。でも障害者だからイコール割引とかね、障害者だからイコール安くなるっていうことはベルテンポの概念の中にありません。むしろ手間がかかるんで障害ある方は割増になりますって言うと激高する方もいるんですね。またはあそうだよね、そりゃそうだよねってご納得いただける方もいます。で私たちは別にボロ儲けがしたいとかねそういうことを言ってるんじゃないです。なぜ私はベルテンポさんみたいな会社もっと増えればいいのにねって、まあもっと増えてほしいんでベルテンポカレッジやってるんですけども、もっと増えればいいのにね、これから高齢者社会っていうし足が悪いとか車椅子の人も増えるのにどうしてベルテンポさんみたいな会社増えないのかしらね、手間暇ばっかりかかって儲からないというのが業界の定説だからです。で儲かってるかどうか、うちの会社がすごい儲かってたらもう社員がんがんやっとってもっと大きくなってたかもしれないですね。ですからそんなには、ね、利益はたくさん出ない。うち旅行代金が高いんですんごい儲かってるようにこうなんか思われてる方もいらっしゃるみたいなんですけども、かかってる手間暇とかかってしまってる原価、旅行原価に対してはそんなに粗利益率で取れないですね。もちろん一般の薄利多売の旅行よりは多めに利益を頂戴しますよ。会社として成り立たせることができないんですから。だけどやはりこういったことを前提条件、予算がないんだったら全然予算がなくていいんですよ。夫婦で10万円の旅行がしたいって言えばそういうご提案はできます、できます。ですから値引きとか、ね、割引とかじゃなくて、この定期10万円が満期になるんでこれで旅行行きたいんですって言えばそういったご提案はできると思います。大事なのは手間暇はコストだっていうことをご了解いただけるかどうかということになります。これがお引き受けする4つの条件。